どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。モンスターハンターライズ楽しんでいらっしゃいますか。本日はですね、ルリゲンジュ集会で、おそらく皆さんヌシリオレイヤとか、まあ、ヌシアワシャとかいろんなモンスターをね集会すると思うんですが、このヌシリオレイヤめちゃくちゃ早く討伐できるんで、これおすすめなんですよ。で、今回は環境トップと言われているこの鉄鋼残裂ライト1人かける、残裂速射ライト3人というライトウォーガン4人パーティーがマジで強いという、ことをねご紹介していきたいと思います。皆さんもルリゲンジュ多分足りないと思うんですよ。今あの装飾品を作るためにこのルリゲンジュを集めるためにこのパーティーマジでおすすめなんですよ。ぜひね皆さんも参考にしていただければなと思います。僕が使っているのは今回は、鉄鋼残裂3段ライトです。ドシューというマガイマナとねライトウォーガンを使ってまして、ここに、起爆レーダーを設置して3段をぶち込んでいく。ダウンしたときはこうです。ダウンしたときはこう。ちなみに敵が遠かったら残裂弾を打てばいいし、近かったら3段を打つという感じですね。3段の方が基本的には DPS 稼げると思うんですけど、まあ、遠いとちょっと、ね、あの近づく時間があるんで。で、この武器の何が強いかというと、やっぱレベル3の鉄鋼レーダーがこう移動しながら打てるっていう点ですね。これがねあまりにも強い。これでまたダウンが入ると、これね、ヌシリオレイヤーがものすごくおすすめで、ルリゲンジュを集めるために。あの、足ダウンも入る、気絶も取れる、しかもなんか頭が狙いやすいっていう、もうなんか一石三鳥みたいな感じなんですよ。で、ルリゲンジュも出ると。めちゃくちゃ周回しやすいです。で、鉄鋼榴弾をこう頭にひたすら撃っていくと。ちなみに、鉄鋼榴弾残裂三段ライトなんですけど、今回のこの武器は。残裂速射ライトを他の3人には担いでもらっていて、そちらはねまた別の動画で出します。で、麻痺も入っていくと。ちなみにこの麻痺はジンオーガの速射残裂ライトの方で打ってますんで、こちらで打っていただくと。これねほんと強いんですよ。しかもこの鉄鋼残裂3段ライトは何がいいかっていうと、マルチに行った時にダウンを取れるわけじゃないですか、モンスターに。ってことはみんなからありがたがられるんですよ、この鉄鋼残裂ライトって。要はそのダウンしてモンスターをひるまして固定させてくれるんで、その固定したダウンしてる間ってパーティーの DPS めちゃくちゃ上がるわけじゃないですか、瞬間的に。だから別に例えばあの味方がね剣士とかでも、そこで一気に頭に叩き込んだりはできますし、ものすごいねマルチで活躍できる武器なんですね、これ。なんで、まあ、別にライトボーガン4人部隊じゃなくても、あの1人この、武器がいればものすごいありがたがられるっていう意味では、まずはこれを作っていただくことを僕がお勧めしたい、基本的には。で、次に残裂速射ライト、あのジンオーガをね、あっちを作ってもらうっていうのが、まあ、マルチとかをね結構やる人はいいんじゃないかなと。まあソロでやればね、あの先にジンオーガっていう選択肢もあるかなと思うんですけど、あの武器めっちゃ強いんで DPS 的には。で、またダウンも入っていく。これは足ダウンですかね。で、しっかりとレベル3の鉄鋼榴弾をまた頭にぶち込んでいくと。遠い場合はレベル3鉄鋼榴弾とか残裂弾とかを打ってもらうっていう感じですね。これね、いつね何のダウンが入ったかよくわかんないですよね。で、これはスタンですね。で、スタンが入ったので残裂弾打ちながら、まあ、これレベル33段でもいいんですけど、そうですね、これレベル33段の方が DPS 高いんで。で、ここに設置して被爆榴弾を、これ忘れてました、すいません。で、これを打っていくと、あ、ちょっと雑魚ダメージしかないんですよ。頭以外だとちょっとねいまいちねダメージ入んないんで、まあ、そこだけ注意って感じですかね、レベル33段は。で、こういう頭がこっちに向いてない時とかは残裂弾を普通に打てばいいって感じですね。この武器ほんと強いのは、残裂弾をこう歩きながら撃てるプラス鉄鋼榴弾3も歩きながら撃てるプラス、近づいたら3段レベル3が撃てるっていう、ぶっ壊れライトボーガンなんですよ。これがねマジで汎用的にっていう意味では、マルチでもソロでも活躍できるっていう意味では一番強いと俺は思っている。で、これでもう瀕死になりましたと。で、しっかりとあとは鉄鋼榴弾を頭に、ぶち込んで、まあ、できればねスタンを取りたいといったところ、まあ、エイム力がないのは許してください。リュウさん、あまりそのこういうゲーム得意じゃないので、エイム系のゲームは得意じゃないので、弓とか得意じゃないので。で、ここでまあしっかりと睡眠も入っていく、いいですよ。で、そんな関係なく鉄鋼榴弾のレベル3を打っていくと、そろそろ終わると思います、多分ね、クエスト自体は。まあ、頭がもうエフェクトうるさすぎてさ、何やってるか分かんないですよね。さあ、これで終了と、クエスト終了でですね、これで大体、まあ何分ぐらいかっていうと、まあ、これ周回作業の一部を切り抜いてるんですけども、4分32秒。これで4分30秒なんですよ。まあ、もうちょっとね、ちょっとね、味方のね、防具っていうか装備がまだちょっと弱くて、装飾品作ってないんで、若干 DPS 落ちてるんですけど、多分ね、全員、
究極の理想系の装備を作れば、まあ、4分くらいで周回できるかなっていう感じですね。虫リロレイヤーはこいつめっちゃ周回しやすいし、ルリゲンジもちゃんと落としてくれるんで、マジでおすすめなんですよ。なんで、まあ、友達とかとやるときはあのこのパーティーを目指してもらえばなと思います。で、さっき言ったようにジンオーガの残裂ライトはまたちょっと後日動画にします。で、残裂鉄鋼三段ライト、このドシューのこれね、これは、この後に装備詳細をね解説しますんで、詳しく知りたい方はぜひ最後までご覧ください。それでは装備紹介パートやっていきましょう。ちなみにね、ルリゲンジもこうやってちゃんと4個とか出るんで、めちゃくちゃ美味しいですね、ヌシリオレイヤは。では装備紹介パートやっていきましょう。採用している武器は、まあ皆さんもよくご存知かもしれませんね、ドシューというね、このライトウォーガーになってまして、これがめちゃくちゃ強いと。で、これなんで強いかっていうと、まあ、まずスロットが21空いてるっていう時点ですごい優秀ですね。めちゃくちゃ優秀で、攻撃力が190っていうそこそこありまして、会心率ない代わりにスロットが空いてるみたいな、そんな感じのイメージですね。でね、打てる球なんですけど、まずですね、強い球大体打てます。レベル3三段打てますね。で、鉄鋼榴弾レベル3打てますね。で、さらに、残裂弾レベルには残裂弾が打てますと。このね、基本的にはこの武器ドシューなんですけれども、打っていく球は3つで、基本的には大体三段鉄鋼榴弾残裂弾のこの3つになりますね。はい。で、さっきも言ったように、ダウンさせるための鉄鋼榴弾を基本的に打っていく。で、ダウンしたら、近かったらレベル3三段、遠かったら残裂弾みたいな感じになってます。で、僕の場合はどういう強化にしてるかっていうと、こうですね。百竜は攻撃力強化3を入れてまして、で、サイレンサーをつけてます。これサイレンサーをつけておくとね、反動が極小になってですね、弾詳細見てもらうと分かるんですけども、レベル3の鉄鋼榴弾が反動小で撃てるんですよ。なんで、サイレンサーにしてるんですけど、これ、別に反動中でもいいよっていう人は、ここサイレンサーじゃなくて、ロングバレルにして攻撃力をさらに上げてもらうっていうのでもまあいいのかなと思います。まあ、これは好みの問題かもしれませんね。で、さっきも言ったように、打つ球はレベル3の三段と、それからレベル3の鉄鋼榴弾、それから、残裂弾っていう風になってるんで、まあ、これを基本的にはリロードが最速であり、反動を小 でしかも装填数がアップしながら打てればいいんですよ。で、そういう風に考えていった結果、装備のスキルですねがどうなってるかっていうと、こんな感じになってまして、装填拡張と、反動軽減はレベル3ずつ入れないといけないんですけども、装填速度はレベル2でいいです。はい。で、このね、武器暴れ打ちも食事で発動した場合ブレが発生するんですね。武器にブレっていうのは、ライトボーガーの弾を打つとこう右にそれたら左にそれたりっていうのがあるんですよ。そうすると狙った部位に、ちゃんと打ち込めないっていうことももちろんあるので、ブレ抑制は、2入れた方がいいかなというふうに、思って入れておりますと。で、他の、まあところの説明をしていくんですけども、まずですね、必須スキルですね、弾薬節約3、砲術3、装填拡張3、反動軽減3、装填速度2、ブレ抑制2、ここまでが、ひるみ軽減1号だ、ここまでが必須スキルになってます。これを入れておけば、まあ、快適に、鉄鋼榴弾残裂ライトを楽しんでいただけるっていう、他はあとは、まあ、お好みで入れてもらうっていう感じになってるんですけども、僕がまず入れたのは、攻撃レベル6、まあ、これは鉄鋼榴弾のダメージを上げるっていう意味ですね。鉄鋼榴弾はもう単純に攻撃力参照するんですよ。でしかも肉質無視のダメージが入るんで、まあ、攻撃力を上げてあげればいいなっていうことで、攻撃をレベル6まで上げました。で、KO 術、これはですね、まあ、気絶威力 1.4 倍はさすがに強いっていうのと、僕ね、五石がすごい強いの持ってて、でそれの関係で入ってますっていう感じですね。これない人は、まあ、無理して入れなくてもいいかなっていう感じですね。どっちかっていうとこの砲術3の方が優先順位高くて、これ対象の攻撃威力 1.3 倍っていうのは、これ鉄鋼レベルの威力が 1.3 倍になるんですよ。これはさすがに強いなと思って、これは入れております。で、ここはその快適に打つためには必須スキルになってまして、この辺はね。で、三段格差や強化、これはまあ一応勝手に銅についてきてるんですけど、これはね、あると便利なんですよ。なんでかっていうと、結構ダウンした時にこのドシューっていう武器は三段レベル3を打つんですね。起爆榴弾を設置して三段をババーンって打っていくんですよ。だから三段強化3とかでももしかしたらいいかもしれない。
この攻撃を実は3段3にしてそっちの方が DPS 高くなるっていう人は、そっちの方でいいと思う。まあ、俺は鉄鋼榴弾を基本的に打ってるから攻撃6にしてるし、まあ、別に3段も攻撃の恩恵を受けられないわけじゃないんでね、あのレベル6にしてますけど、3段をメインに使うっていう人に関しては3段拡散や強化3とか入れてもいいかなっていう感じですね。これ別で動画に出そうかなと思ってるんですけど、砲3段レベル3もこれ打てるんですよ、実はこの武器。これ砲3段レベル3が打てて、これ結構ね百竜夜行とかに使えるんですよね。なんでこれまたもしかしたら別で動画にするかもしれません、3段レベル3型のドシューは。でひるみ軽減レベル1はね、これね、ないとね、起爆榴弾を設置してるときに味方の攻撃受けて起爆榴弾が全く設置できないっていう問題が発生するんですよ。だからこれはねマルチやる人だったら絶対入れてください。で使ってる防具なんですが、防具バイク、ヤツカダ、リノプロ、ジャナフ、バイクってなってて、でねこれ五石がねちょっとね強いかもしれないですね。これ攻撃3、KO 術2っていう結構なかなかの守りがあるんですよ。なのでこれ持ってない人は、まあ、KO 術とか攻撃とかちょっと抜いてもらってね、まあ例えば今のこのスキル全体でいうところの攻撃を少し落としてもらう、まあ、もしくは KO 術を落としてもらうっていう、まあ、そういう運用方法でいいかなと思いますね。まあ、この辺はね皆さんの持ってる語石によるんでこれがいいとは言えないんですよ。なのでまあKO 術3とか攻撃なんか4ぐらいに落としてみるとかでシミュレーターをかけてもらうしかないかなっていう。でスキルシミュレーターの使い方は概要欄に載ってますんでよかったら見てください。で装飾品はこんな感じですね、KO 翼半、砲術翼半、切断翼半で切断装填、切断転写転写、攻撃対象っていう風になってますね。かなり瑠璃厳重いります。かなり瑠璃厳重いる。切断銃とか、これ3個いるし、これがね切断銃かな、切断銃、主に切断銃ですね。切断銃3個に、まあ、ルリ厳重いるんで、まあ、とりあえずはね、なんだろう、ここまで目指さなくてもいいけど、まあ、完璧に鉄鋼榴弾を撃っていきたいっていう方だったら、この装備目指してもらったらね、いいんじゃないかなと思うんですよ。結構自信作です、これは。なので、皆さんもぜひね、参考にしてもらって、組んでいただければなというふうに思っております。で最後にですね、アイテムですね、鉄鋼榴弾と斬裂弾を撃つ時の、アイテム、持っていくアイテムについてちょっと話をねしていきたいんですけど、まあ3段、レベル3、3段、これ撃ちます、必ず。なので、持ってってください。で、鉄鋼榴弾、レベル1、これはね、調合分です。レベル3の鉄鋼榴弾を調合するために、レベル1鉄鋼榴弾を使うんですよ。だから撃たないですけど、これは持ってってください。で、鉄鋼榴弾レベル3も持ってってください。で、斬裂弾も持ってってください。で、捕獲用麻酔弾は別に持っていかなくても、まあ、どっちでもいいです。で、持っていく弾、爆裂のみですね。爆裂のみ。これはまあ、鉄鋼榴弾を、レベル1を作るために持っていってください。で、斬裂の実、これを持っていってください。これは斬裂の実を調合するために。まあ、持っていかなくても最悪ね、間に合うってことはありますけど。で、レベル3の火薬庫、これは鉄鋼榴弾レベル3を調合するために使うんで、これも持っていってくださいっていう感じですね。だから、弾として持っていかなければいけないのは、この、これ、これ、これ、それから、これ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 です。まあ、あとはね、ショートカット登録の話なんですけど、これですね、ショートカット登録に、調合レベル1の鉄鋼榴弾、調合レベル3の鉄鋼榴弾、調合斬裂弾、これを入れておいてもらえば、この3つあればとりあえず大丈夫ですね。まあ、3段は最悪別に、なくてもいいかなと思ってますけど、もし3段も調合できるように一応しときたいっていう方はここにレベル3の3段とかを入れて、レベル1のなんか3段とかも入れてっていう感じになりますけど、まあ、なくても多分いけます、3段は。はい、そんな感じです。というわけで、めちゃくちゃ自信作なんですよ。マジで強いんで、皆さんもぜひね、作ってみていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。